こんにちは、土中です。さあ、福袋の方を開けていきましょう。こちらはスーパーポテトさんの、ファミリーコンピューター福袋ですね。1万円分が4500円、半額以下になってるみたい。ファミリーコンピューターはね、ドンピシャ世代じゃないですけど、ちょっとレアな、懐かしい、知ってるソフト出てきたらいいな。ちょっと楽しそうなゲームあったら、レトロフリークとか買っちゃおうかな。よし、それじゃあ開けていきましょう。一気には見たくないので、一本ずつ取り出す感じでいきましょうか。果たしてお得なんでしょうか。出たゲームね、検索して出していきたいかなと思います。まず一本目。よいしょ。おー、懐かしい。知ってます。忍者龍剣伝。懐かしい。落書きとかはなくてこんな感じ。結構難しいんだよな。あ、僕やったことあります、一応。本体のみのね、中古品の価格が、930円で売られてますね。まずは930円の忍者龍剣伝。まあ悪くはなさそう。よし、懐かしい、知ってるソフトが来ましたね。次、続いてはほい、あ、定番のスーマリ。スーマリは僕家にあるんじゃないかな。スーパーマリオブラザーズは外せないでしょう。箱付きとかめっちゃ欲しいけどね。販売価格270円でした。270円、ちょっと安めだな。こう上のとこ行きましょうか。せーの、パッ。おお、懐かしい。なんかガラケーの時にできる、ゲームアプリみたいのでもうめちゃくちゃハマりましたね。トイレ行くたんびにテトリスやっちゃうね。熱中して、トイレに閉じこもったままやってたみたいな。ソフトのみの販売価格が730円ですね。テトリスも、レトロフリックでわざわざやるゲームではないのがちょっと残念だな。忍者龍剣伝とかちょっと楽しいけどね。よし、次。せーの、コナミが書いてあったやつかな。えい！あー、ツインビー、懐かしい。ツインビー3ですね。ファミコンのツインビー3。徐々になんか可愛い女の子とか男の子が出てきてた気がするけど、このツインビー3はまだかな。調べた結果ね、箱説明書なしの中古販売価格が1100円でした。1100円、なかなか高いね。さあ、あとどんぐらいあるんだろう。半分いったかな。まだちょっと、もうちょっとありそう。いきます、せーの、はい。おお、コナミの連続できましたね。グラディウス、僕パロディウスだをめちゃくちゃやった記憶があるんだけど、グラディウスも僕好きですよ。上手い人がゲームセンターでずーっと粘ってましたね。何周もして。グラディウスは上手い人本当に上手いもんね。何周しても負けない。あの弾がベロベロ出てるやつ。これ1回ぐらいね、確か1周目をクリアしたような気がしますね。でも世代的には僕グラディウス3をよくやってました。こちらね、箱説明書なしの大手中古価格ショップが、600円でしたね。まあ、落書きもなく、日焼けしてるけどね。落書きなくいい感じです。ファミコンソフトってほんと落書き多いもんね。僕もなんか落書きしてた気がする。さあ、続きましては、はい。お、クニオくんのサッカー。懐かしいな。クニオくんよくやってたな、僕も。クニオくんの時代劇のやつ。覚えてる人いるかな？時代劇のやつがね、確か中古ショップで百何十円とかで売られてて、それ買って遊んだ記憶がありますね。結構やった気がする。サッカーボールのやつはやったことないな。面白いんですかね。ちょっとお値段の方を見ていきましょう。こちらサッカー編の方は、中古販売価格500円でした。箱付きとかはやっぱないんだよね、これ箱的には。よし、あとまだ4つぐらいあるかな。さあ次いきます、せーの、ほい。あ、出た。これクソ安いんじゃないのね。僕がだってすっごい前に中古ショップで見たときに、これ確か100円とか80円で売ってたんだけど、箱説明書ありの綺麗な品で250円なんで、これやっぱりもう、箱、ソフトのみってほぼ価値なしじゃないですかね。まさか、ちょっと、1万円相当福袋にちょっと入れるのはやめてほしいな、これね。完全外れ枠じゃない今の。さあ次、せーの、なんだ、おー、懐かしい。これ僕持ってましたね。呪文がなんか面白いやつあった気がするな。鳥山明とか入れるようなやつで呪文がなかったっけな。最後続く感じで終わるんだよな、確か。
まだ多分オープニング覚えてる。テレレテレテレデーデッテテテレレっていうやつでしょ。覚えてます。あ、悟空伝どうだろう。これもそんなに高くないんじゃないかな。販売価格の方がね、ソフトのみで600円と。さあ、残り少なくなってきました。ちょっと当たり、めっちゃ当たり出てほしいな。4500円。今のところどう？まだあんま4000円足してないかもしれないな、気分的に。せーの。はい！なんだ？なんだろう。BB って書いてある。BB クイーンズ？はい。ちょっと待ってこれちょっとド外れじゃないの？懐かしいけど。これ野球系ってクソ安いって定番だよね。これも僕が子供時代にもすでに安かったゲームだけど。じゃあ案の定、まあソフトのみ100円ですよね。まさかね、1万円相当のうちの100円ですよね、きっと。100円ちょっと。ラスト一つになりました。いや、最後はちょっと、いいもので締めたい。ツインビー3が今のところ一番いいんだけど、4500円ですからね、これ。せーの。はい。お、なんだこれ。めちゃ古そうだけど。懐かしいな、これ。ワンパク小僧チェック済みで、買ったのはワンパク小僧じゃないですけど、僕もよく行ってました、ワンパク小僧に。なんだろう、これ。赤、赤。せーの。はい。あー、懐かしい。エキサイトバイクか。エキサイトバイクは友達が持ってて、なんかやった気がするな。ソフトのみの価格で、1300円ですね。まあ、そこそこ高めっていう感じかな。本当にこれ、1万円分あったかな？ちょっと待って、1万円分あった？結果としてはね、高いのは、ここら辺ですかね。エキサイトバイク、ツインビー3、ここら辺は。あと、テトリスもまあ、そこそこか。で、あと、忍者龍剣伝？まさか1万円相当でここら辺がね、入ってるとは思わなかったな、これ。10本入って1万円相当が4500円。ちょっと僕的には外れだったかな。懐かしいソフト多かったけどね。野球2種は入れないで欲しかったかな。福袋に。せめて1種でよかったかなっていう1種でね。もうちょっと頑張って欲しかったのかな、という、福袋結果でした。ちょっと寂しいんで、まあ、これはちょっと置いといて、これも開けましょう。ゲームボーイアドバンス2280円福袋。いいのが当たったら、レトロフリーク買いたいと思います。じゃあ開けてみよう。ゲームボーイアドバンスのソフトは実はそんなに持ってなくて、僕ニンテンドーに戻ってきたのが 3DS からなんで、結構 DS とかアドバンスとか、そっち系のソフトってね、全然やってないんですよね。よし。お、なんか、もう、ごぼっと入ってるな。こんな感じで入ってる。え、ちょっと少なくね？持った感じ確かに少ないと思ったけど。これはあれだね。いくらいくらがいくらいくらじゃなくて、2280。1万円って感じしなかったもんな、さっきの。さあ、見ないでいきましょう。下から出していく感じで。まず1本目。何本あるな ?2、3、4。あ、5本ありますね。5本。はい。1本目は、せーの。はい。黄金の太陽。え、何のソフトなんだろう。ちょっと検索してみますね。僕やったことないや。箱説明書なしで、690円。面白いのかな？やったことある人いますかね？黄金の太陽。ちょっと汚いね、ここね。役を払いたいね、この2つで。もうこの二つ出てますから、役が。役払いしてもらおうと。さあ次、お次。さあまだ見てないよ。いきます。せーの。はい！なんだ？ナルト RPG! トミー、宝トミーになる前ですかね。ナルト RPG。箱説明書ありの状態で380円。安っ！安いなぁ。380円箱説明書で380円だったらこれもっと安いんじゃないの？ちょっとちょっと2200円大丈夫？いきますよ。せーの。はい。おお、スーパーマリオアドバンス。僕やったことないですね。
神ゲーですかこれ。あ、今検索したら4まで出てんだね、スーパーマリオアドバンス。それの1ってことですね。こちら箱説明書なしで大手中古ショップ、250円です。安い。ちょっと安いの多いな。ちょっとまたまたこれ普通に販売価格で大損みたいなのやめてほしいな。さあ残り2個になっちゃいました。せーの、はい。え、何？ガンダムシード。こちら箱説明書なしで販売価格、400円ですね。もうカメラももうピント合わせるの嫌だって。なんかどれもこれも安い。最後だよね。多分最後が大当たりなんだよね、きっと。いきます。いきます。ラストです、これ。ラストです。大当たり来い。はい。出来上がって。ダビスタか。はい、こちらね。箱説明書なしの販売価格が400円と。ゲームボーイアドバンスソフトはですね、まあマリオアドバンスが僕的にはちょっとまだやったことないし嬉しいかなと思ったんですが、お値段的にはね、まあ、だいたい400、400、250、これもすげえ安かったな。普通にこう単品で手に取って買った方が安かったんじゃないのっていう激うつ袋でございました。ちょっと結構期待してたんだけどな。特にファミコンとか昔買わなかったようなちょっと高めの面白いやつとか期待してたんだけど、まさかこうファミスタとね、張り切りスタジアムが入ってると思わなかった。奮発して高いやつ買ったんですけどね。いや、まだ終わらないぜ。並んで買ったスーパーファミコン1万円相当福袋、僕ドンピシャ世代のプレステ21480円袋、これを次回は開封していきたいと思います。今度こそ福袋であってほしい。結果はどうでしょうか。よかったらまた次回も見てください。それじゃあ土の子でした。